はい、こんにちは、一郎です。前回ですね、このように単純 CT で高級周期の線上、弧上構造がですね、右の側頭葉から頭頂葉にかけて広範囲に広がっている病変ですね、についてのお話をしました。ね、まあ、CT アンギオグラフィを見ると、まあ、AVM だと考えられるんですけども、技師さんの質問は、コイリングなどの治療をしないのですか、単純 CT で AVM が高級周域なのは血栓化してるからですかっていう質問だったんですけども、これについての回答ですけれども、当院で治療を行わないのはなぜですかっていう理由ですね。まあ、本書よりは症状、転換発作っていうのもはっきりあって、年齢も比較的若いので、手術あるいは IVR プラス手術が進められ、そうにも見えるんですけれども、スペッツラーマーティンブルーのグレード4なんですね。まあ、これについて後で説明しますけれども、出血例、動脈瘤合併、症状が進行性に悪化する例以外は保存的っていうふうになっていますので、保存治療の選択になります。一般的にですね、今回の症例ではなくて、一般的には血管内治療だけでは完治っていうのは非常に難しいんですね。IVR だったとしてもね、IVR をするっていうことについて、それだけでは、IVR だけでは完治は極めて難しいです。で、ガンバナイフは 70-80% 程度、完治に数年を要す時間をかけないと良くならないですね。まあ、ガンバナイフ、放射線治療ですけども、まあ、3センチを超えるともう治療困難になります。で、AVM が高級周期なのはなぜですかと、ナイダスは、まあ、淡く高級周期を示すんですね。で、30% 程度は切開化も来たしますので、高級周期になるということになります。で、脳卒中治療ガイドライン2009年の推奨から見ると、まあ、AVM からの脳出血例っていうのは再発が多いんで、特に再発の危険の高い場合は、外科的治療を考慮する。だから、スペツラマーチン分類のグレード1、2では外科的切除が進められます。まあ、スペツラマーチン分類は後で説明しますけども、まあ、グレード3では外科的手術、あるいは側線術後、外科的手術の併用ですね。だから手術だけで行く、あるいは、まあ、IVR と手術を併用していくのがグレード3ですね。で、グレード4、グレード5では出血例とか動脈瘤合併例とか症状が進行性に悪化する以外は保存的に見えると。今回の症例ですね。で、病巣部位や流入血管の状況とか合併症の有無などによって外科的手術の危険が高くなって病巣が小さい場合は低放射線治療も推奨することがあると。10ml 以下または最大径3センチ以下ですね。の場合は低放射線。ガンマナイフと一般的に言われているものです。で、痙攣を伴った AVM では転換発作を軽減するために外科的手術のみならず低放射線治療を含めた積極的治療が進められます。で、スペツラマーチン分類っていうのは AVM の大きさが3-6センチ。から AVM の1、AVM の同質動脈が標材性か否かの3つの要素を点数化して治療の適用を決めるための指標です。脳卒中治療ガイドライン2009年を参照して要約しました。点数が少なければグレード1、2が手術。点数が高くなれば手術のみでの治療は難しく、また手術による危険度や合併症も増すために保存的治療になっていきます。スペツラマーチン分類というのは1986年のもう随分古いんですね。で、大きさは小さい3センチ以下を1点、3から6を2点、6センチを超えると3点になります。で、周囲脳の機能的重要性というのは重要でないところは0点ですけど、重要なところは1点と計算します。で、同質静脈の形は標材性のみ0点、心材性が1点になります。で、これを足していく合計点数になりますね。点数は大きさでは1、2、3のどれか、機能的重要性は0から1、同質静脈の形は0から1ということで、まあ、機能的重要領域っていうのはどこなのかというと、感覚、運動、言語、視覚、皮質、視床、下部から視床、内包、脳幹、小脳脚、深部、小脳、核の部分が機能的重要領域ですね。ここを含んでいると、まあ1点になりますからね。で、本症例は大きさが、まあ、明らかに6センチ超えているので3点になりますし、周囲脳の機能性の重要性のあるところでは、まあ、点数1になっちゃいますよね、当然。で、同質静脈の方が例えば0点だったとしても、まあ、合計で4点になっちゃいますね。4点。まあ、合計点は5点が一番大きいんですね。
だから4点っていうのは5分の4で一番大きい点数の次ということになる。まあ、4.5、4から5では出血例と動脈瘤合併例、症状が進行性に悪化する例以外は保存的ということに入る。いいですか？だから、4点だったので、4と5は保存的治療ということになりますので、この方の、この、今回の症例に関しては、保存的治療ということになります。で、総論ですけども、脳実質内の血管奇形、流入動脈、ナイダスがあって流出動脈になるわけですよね。まあ、一般的に普通のは、動脈があって毛細血管に移行して便意になるわけですけど、それがこの毛細血管の部分が非常に拡張するわけですよね。それがもうそういう拡張した血管がたくさんできると言って、それをナイダスと呼ぶわけですよね。で、AVM っていうのは人口のおよそ 4% に生じます。200人から500人1人という割合で、いますので、まあまあそこそこいますよね。で、脳の AVM っていうのは人口の 1% よりは少ないです。で、性差はなくて、単発が 95% ですね。総論ですけども、主にガイドラインより参照しました。ガイドライン。で、自然歴は100万人のうち 12.4 人というふうになってまして、うち 69% は出血発症。かなりの数が出血発症します。AVM の未出血例の年間出血率は1.7から2.2% ですね。で、出血例では最初の1年が6から18%、その後の20年間 2% になります。だから1回出血するとすごい近いところで出血をするということになります。で、本邦山田らの報告では年間出血率は未出血群が 3%、出血群が 7%、倍以上になります。で、スペツラ・マーチン分類は、グレード4、5の年間出血率は 1% と低い報告と、まあ、11% という高い報告、2種類あります。で、出血の危険因子。これ重要なんですけども、出血の起用。出血があるとまた出血しやすいってことですね。で、深部静脈への流出。脳の深部に極在している場合。が、穿通視領域。流出静脈狭窄とか、脳動脈合併です。まあ、狭窄す、流出静脈が狭窄すると行き場がなくなりますから破綻して出血しますよね。が、脳動脈合併例ですね。ナイダス内は危険因子。ナイダス内の動脈瘤を当然脆弱な血管にできるわけですから破裂しやすくなると。で、流入動脈の筋異部動脈瘤は危険が少ないと言われています。で、再出血の危険因子は、まあ、小児、女性、深部極在、出血後1年以内。出血の少ないという因子は2つ以上の主幹動脈境界部に極在している場合ですね。他の AVM ですけども、これは脊髄の AVM ですね。CTA ですね。それから、これは50歳の女性の結節状の構造なんですけども、よくよく見ると、まあ、こういうふうに AVM であるということがわかります。それからこれは大体の皮下の AVM ですね。が、AVM 類縁疾患という形でちょっと見ていくんですが、57歳の女性の、まあ、これは何だかわかりますかね。これアンブレラとかカプトメデューサとかって言われてるんです。放射状に配列する髄質静脈と一本の太い流出動脈ですね。こうやってカプトメデューサ。で、それこういうふうにアンブレラのこの傘の取っ手の部分とこの傘の部分を合わせ持つ特徴的な構造を持ってますね。冒険例の 2%。前頭頭頂葉が多くて、まあ、側脳室全角に出血します。で、小脳半球では第四脳室に破綻します。で、単発が多くて20代から50代。稀に出血で発症します。大体無症状で発症するんですけど、稀に出血もあります。で、拘束とか痙攣も、まあ、稀にあると。で、ここですよね。カプトメドゥーサ、放射状に配列する髄質静脈と、一本の太い流出静脈によって構成されます。で、ちょっと興味深かったのは ASL ですね。ASL を取ってみたら、このヴィーナス三重丸の部分が非常に交換流であったというのが分かりました。これはちょっと文献は探し出せなかったんですけども、ちょっと興味深かったので、ご提示させていただきました。以上です。ありがとうございました。